よろしくお願いいたします。よかったら、チョコレカルミンで聞いてください。よろしくお願いします。リクエストいただきましたので、ミスターチルドレンさんの曲を歌わせていただきます。どうでくる流れてくる君をめぐる抑えよう思いがここにあった。君のサイレンも鳴り響いてる。君が好き分かっている分かれている。でもどうしようもない。目覚めた瞬間
晴れてくる君をめぐる思いのせいでよ、どうか君に届け。ありがとうございます。シンガーソングライターの月空と言います。よろしくお願いいたします。よかったら本曲を通して聴いていますので、ぜひ聴いて帰っていただけたら、とっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。ディスタンスレンドでもね、リクエストいただきましたので、何曲かお届けしていこうかなと思うんですけど、皆さんよろしくお願いいたします。新宿の南口の皆さん、シンガーソングライターの大月空、大月月に広がって空になる大月空と言います。よろしくお願いいたします。一緒に始めてください。よろしくお願いいたします。シーソーです。愛想なしの君が笑った、そんな単純なことでついに肝心なものが何かってこと、打ち明け話にあった頂上を捧げたってやつに、大人げなくじっとしたら涙して、ネクロ信頼の愛情でインドベルに見かけ若い技、愛したいな。
きますので、ぜひよかったらお疲れ様です。ぜひ、楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。歌えるかな？
ありがとうございます。今の僕以上に必要と
したけど、またそれをあげることにした。ひとまずこの先探していれば、もっと素敵なものが見つかるだろう。何よりも僕を見て嬉しそうに、Thank you.
ことで、次の曲は、自分のオリジナル曲をお届けして、絶対皆さんも待つことよかったら、1曲ですね、1曲ですね、僕のオリジナル曲、聴いていってください。よろしくお願いいたします。はい、失恋と時間をかけて作った曲です。大きな目が心にあると、ずっと前から思い込んでた。この時が変わることはないと探していたよ、僕の中で君の存在、君の笑顔を探していたよ、僕の
ありがとうございました。シンガーソングライターの大月さらといいます。歌ったら前に簡単に QR コードあるんですけど、これを読んでいただくと、Twitter とかインスタ、SNS とかできますので、ぜひ、フォローしていただけると嬉しいです。よくここでやってますので、よかったら、リスナーの方、フォローしてください。よろしくお願いします。